妖精たちのかけっこおいアーナムーナまったくどこへ行ったのじゃアーナムーナずんぐり太ったおじいさんは、大声でそう叫びながら扉を開け、私の中から飛び出しました。朝ごはんを食べておると思ったらいつの間にやら姿を消しよって、ポッと 小石につまずきバランスを崩したおじいさんは右足でぴょんぴょんとはね「ごっちんあいたいててて」おやおや切り株に頭をぶつけてしまったようです騒ぎに驚いた鳥や虫たちはふわっつい「うん」と一斉に方々へ飛び去りました小池で優雅に泳いでいた魚たちも花火のような水しぶきを描き人と気中を舞いました でも、その飛び方は、地球で目にする様子と少しだけ違います。もっと高く、遠くまで、ぴょんと、空に散った水滴も、ゆっくりと落ちてくるのです。どうしてそう。だってここは、月のクレーターにある地下庭園だから。ねえねえ、今度は、うちの花が丘まで競争しよう。うん、いいよ。さっきは負けちゃったから。 次は絶対私が勝つ。ふふふが。じゃあ、行くよ。用意。トーン。球場ドローンを胸に抱えた二人の妖精は背中の羽をはためかせ、空をかけて行きます。左奥の岩棚へ先に手をかけたのは母が、ところが勢い余って姿勢を崩しました。その様子を見てうまく曲がりきり、 右奥の双子岩もスルリと抜け出したのは、ムーガ。遅れを取ったアーガでしたが、瞬く間にその差を縮め、もう真後ろまで迫っています。楽しそうな二人は、崖伝いに勢いよく青空へ舞い上がると、反対側の崖を一気に急降下。うなりを上げて飛翔をサポートする球場ドローンも、どこか嬉しそうに見えます。地面スレスレで減速。タッチの反動でくるりと翻り、 ゴールの花がおかめがけて急加速。さあ、今回の勝者はどっちゴールは目前。差はほとんどありません。いやあ、参、ま、った参、ま、った。まあ、二人とも、ここにすっかり慣れたということじゃろ。それはそうと、あの魚の羽ね具合。なかなか見事じゃったの。あれを何かに。一人ごとを言うおじいさんは、 書斎に積み上げられた本の背表紙を指先でなぞり始めました。すっと目をつぶると、さまざまな本の内容が脳内へドット流れ、立体的な網目が浮かび上がります。目にした美しい光景、魚の生物学的特徴、月地下という地理特性、科学技術、豊富な経験、骨となるそれらに資料やデータが地肉として加わり。 微細な神経が張り巡らされていきます。しばらくすると、そこここに新しいアイデアが生まれ、消えては輝き、合体しては分離して。おじいさんは、まるで時が止まったかのように感じられるこの時間が、特別大好きなのです。うんどうやら考えがまとまったようですよ。おじいさんは、晴れやかな表情でキッチンへ移り、昼食の準備に取り掛かりました。 たくさん遊んでお腹を空かせた二人のために、美味しいスープでも作るのかな ?ME13 年3月1日、おじいさんの小屋。